1918年米騒動とは、1918年に日本で発生した米の価格急騰に伴う暴動事件、米騒動。魚津に手立った米騒動を報道する、富山日報7月25日米騒動の激化を報ずる、高岡新報8月7日、肉や魚などの摂取が少なかった当時、日本人の食生活は穀物類が主体だった。特に肉体労働者は、 激務のためついたちに一生もの米を消費したといい、米価の高騰は家計を圧迫し、人々の生活を困窮させていた。富山県中新川郡東水橋町では、1918年7月上旬から25、6人の女、中氏たちが、一室米商高松へ積み出し指定し要求に、日産する行動が始まっている。7月22日の昼には、 富山市中町校長他で、不豪浅だけの狭いに漏れた、催眠200名が、市役所に押しかけた。記事には、昨今の米行がいかに催眠をして、生活難に陥らしめているが伺われると、記されている。同日夜間、富山県下新川郡魚津町の魚津港には、北海道への米の輸送を行うため、伊吹丸が寄港していたという。この時は巡回中の警官の節油によって、 解散させられたが、住民らは、米商店を歴訪するなど求場を訴えた。湖を行っていたのは12銀行であった。その倉庫前には、魚津市の自然と文化財を守る市民の会により、記念碑が混流されている。同年7月24日及び25日の北陸タイムズでは、それぞれ20日未明同海岸において、女房とも46人集合し、 役場へ押し寄せんと施主をいち早く、魚津警察署において探知し、20日未明海岸に集合施主を警察署がいち早く探知し解散せしめと魚津の動きが20日未明から起きていたと報じている。また、8月9日の高岡新報は、魚津町にては、米積み込みのため各月18日帰船いぶき丸機構に、再始催眠婦女の一揆が起こりのろしをあげたると、 ウオでも7月18日以来一期が起きていることを記している。その頃、東水橋町、富山市、ウオズ町以外にも、東岩瀬町、滑川町、泊町等富山県内での救助要請や、米の連売を要望する人数はさらに増加し、各地で動きが起きていた。翌月8月3日には、当時の中新川郡西水橋町で200名弱の町民が集結し、 米問屋や資産家に対し米の輸出を停止し、販売するよう嘆願した。8月6日には、この運動は、さらに激しさを増し、東水橋町、滑川町の住民も巻き込み、1000名を超える事態となった。住民らは、米の輸出を実力行使で阻止し、当時一章40銭から50銭の相場だった米を35銭で販売させた。 以前から、魚津市大町の十二銀行倉庫前には、魚津市の自然と文化財を守る市民の会により、記念柱が建てられていたが、東水橋町の郷土資料館前にも、米騒動記念の石踏みが建立された。井上清渡辺徹、米騒動の研究から45年後の2004年に、その間40年以上の間に積み上げられた、新たな事実、資料、検知を織り込んで、 B5 版で623ページにわたる体調として刊行された図説米騒動と民主主義の発展では1918年夏の米騒動について残っている証言、資料に現れている最も早い時点での行動は東水橋町の女性陸中市たち20数人によって7月上旬から始められた一失米商高松への積み出し停止の要求の行動です。 とまとめられている。2000年頃までは、米騒動の始まりは、7月22日夜、富山県下新川郡大津町の漁民の妻等が、井戸橋で米が高くなるのは、同地方の米を県外へ移出するためであるから、米の咳出しを中止してもらおうと相談し、23日午前8時過ぎ、警察の調べでは46名が、海岸に集まった。 これが全国を覆った米騒動の発端であったという、説が定説であった。しかしながら、上述したように、井本光雄編、北前の記憶、北洋、移民、米騒動との関係、歴史教育者協議会編、井本光雄監修、図説米騒動と、民主主義の発展、井本光雄、水橋町の米騒動など、米騒動に直接参加した女陸中氏や漁師、 軍人など米騒動の目撃者や随伴者への聞き取りを文字化し、新たな視点による分析が加えられた学術書が次々と刊行された。そのため、米騒動がいつどこでどのように始まったのかについては、少なくとも富山湾沿岸地帯からであり、漁村から始まったのではない。その主体は海運、二役労働者の家族、都市漁民の前期プロレタリアであるなどと従来の 定説を大幅に改めることになっている。さらに、米騒動と労働者のストライキとの関係についても、労働者階級の闘争は、1918年7月の末に、初位い、騒動が勃発する以前から、工場におけるストライキという闘争形態をしたる、闘争形態として展開しています。都市、ストライキの参加人員を見ても、16年には8413名の、 参加人員が実に17年には57,309名、米騒動の起きた18年には66,457名というように、官庁統計から言っても、この17年が一つの天気になっているなど、米騒動が始まった結果ストライキが頻発するようになったように言われていたのは間違いであることが早くから指摘されていた。また、富山県で、 米騒動が始まるより2から3ヶ月早い、18年の4から5月になると、もう食糧暴動といえるものも起こっているとし、兵庫県阿光郡愛世町にある張間造船所で、食料お品価格の高騰の中で、待遇の悪さに起こった労働者数百人が、ラッパを合図に、事務所、食堂、水事場を襲撃して、器物、建物を破壊し、 水自負に暴行を加えたという新たな事実が掘り起こされてもいる。道島米会所における当時の米相場1914年の第一次世界大戦開始の直後に暴落した米価は周りの物価が少しずつ上昇していく中で約3年半の間ほぼ変わらない値段で推移していたが1918年の中頃から急激に上昇し始めた。 大阪道島の米市場の記録によれば、1918年の1月に一国15円だった、米価は6月には20円を超え、翌月7月17日には30円を超えるという異常事態になっていた。7月末から8月初めにかけては、各地の取引所で立ち会い中止が相次ぎ、地方からの米の出回りが減じ、8月7日には、白米小売相場は一勝50銭に冒頭した。 この背景には、資本主義の急速な発展が指摘されている。第一次世界大戦の影響による工芸機は、都市部の人口増加、工業労働者の増加をもたらしたほか、養蚕などによる収入の増加があった農家は、これまでの麦や冷えといった食生活から米を食べる生活に変化していった。また、明治以降都市部の中流階級では大量の白米を少ない服飾で食べるという食習慣が、 定着してきていた。一方で、農業界からの人材流出のために、米の生産量は伸び悩んでいた。対戦の影響によって、米の輸入量が減少したことも重なり、米価暴騰の原因となった。神戸、愛よ町の鈴木商店米価格が高騰することにより、地主や商人は米を米国陶器へ回すようになり、次第に、売り惜しみや買い占めが発生し始めた。 事態を重く見た中小事連合商務大臣は1917年9月1日にボーリ取締例を出し、米、鉄、石炭、綿、紙、染料、薬品の買い占めや売り押し見を禁止したが、効果はなかった。上下を一致した証根を表す項語の動詞、ボル、ボラレル、ボッタクルはこのボーリ取締例のボーリに由来する1918年4月には、 外米管理例が交付され、三井物産や鈴木商店など、指定7社による外国米の大量輸入が実施されたが、米価引き下げには至らなかった。米価の冒頭は、一般市民の生活を苦しめ、新聞が連日、米の価格高騰を知らせて煽ったこともあり、社会不安を増大させた。寺内正岳内閣総理大臣は1918年5月の地方長官会議にて、 国民生活難に関して言及したが、その年の予算編成において、救済事業奨励費はわずか3万5千円のみであり、寺内の有料を反映した予算編成になっているとは言えなかった。このため、警察力の増加をもって、社会情勢の不安を抑え込む方針が取られ、巡査を増員するという措置が取られた。労働者の団結権すらなかった、この時代。 厳しい抑圧と苦しい生活にあえぐ一般庶民の怒りの矛先は次第に高所得者、特に米問屋や商人に向けられるようになっていった。米価が徐々に上昇していく中、寺内内内閣は1918年8月2日、対外政策としてシベリア出兵を宣言した。この宣言は流通業者や商人などが戦争特需における物資高騰を狙い、売り惜しみを さらに加速させていくという状況を発生させた。事実、神戸米会所における相場では、7月2日に一勝34戦3輪だった。相場が、8月1日には40戦5輪、8月9日には60戦8輪と、急騰している。また、時を前後して、富山県での騒動が発生していることなどから、シベリア出兵と米騒動の直接的な因果関係を指摘するものもある。 第一次世界大戦による後継期がまだ続いていた1918年、伊勢の福トライチ派の相場市の買いあおりにより、米国取引所における、機前相場はついに50円に迫り、小売価格も一生30銭から50銭を超すに、イタリアの中は、物情騒然となった。8月11日に、神戸で起きた騒動によって焼き払われた、鈴木商店本社米価の冒頭はとどまりを見せず、 1918年8月1日には一国35円、同5日には40円、9日には50円を超えた。8月10日には京都市と名古屋市を皮切りに、全国の主要都市で米騒動が発生する形となった。8月12日には鈴木商店が大阪朝日新聞により前の買い占めを行っている悪徳業者であるとの別造記事を書かれたことにより、焼き討ちにあった。 米騒動は異質の取り留め、安うじの愛眼から始まり、要求は次第に寄付の強要、打ち壊しに発展した。10日夜に名古屋鶴舞公園において、米価問題に関する市民大会が開かれるとの噂が広まり、約2万人の群衆が集結した。同じく京都では柳原町において騒動が始まり、米どんやをぶち壊すなどして一生30銭での販売を強要した。 東京市では、北陸での暴動発生の法を受けても主要な政治団体は生還の構えを見せた。しかし、8月10日に、宮武骸骨を発起人として、山本健造ら政治、労働運動弁士による野外演説会を、日比谷公園で8月13日に開催する広告が打たれ、警察が禁止の決定をしたにもかかわらず、当日には、約2000人の参加者が、 野外音楽堂に集まった。200人の警官が包囲する中で行われた即席の演説会は、聴衆の中から登壇する者も現れて、土豪と興奮が高まっていた。事態は、警官との衝突に発展し、暴徒となった群衆は3波に分かれ、発出所や商業施設への投石、電車や自動車の破壊、吉原遊郭への襲撃、放火を行った。 浅草方面に向かった一派は、翌14日に浅草、本庄近辺の米商に押し寄せ、暴力的な連売交渉を行った。8月15日には軍が出動し、翌16日に暴動は鎮圧され、総計299人が検挙されている。東京市での暴動は、他の地域と比較して、ハンブルジョア思想を背景とした都市暴動の性格を持っており、 暴動参加者の多くは若年層の男性だった。こうした値下げを強要すれば安く米が手に入るという実績は芝叩く間に市から市へと広がり、8月17日頃からは都市部から町や農村へ、そして8月20日までにほぼ全国へ波及した。騒動は次第に米問屋から炭鉱へと場所を移し、9月12日の三池炭鉱の騒動終了まで、 50日間を数えた。8月17日以降には、米騒動は、山口県や北九州の炭鉱騒動へ飛び火する。山口県沖の山炭鉱、福岡県峰地炭鉱などにおいて、炭鉱夫の賃上げ要求が、暴動に転化した。沖の山炭鉱の騒動は、付近住民を加えた数千人規模の騒動に、発展し、米丼や屋敷の打ち壊しや遊郭への放火などが起こった。 出動した軍隊に対してもダイナマイトで対抗するなど死者13名を数える惨事となった陸軍が発砲理由とした交付のダイナマイト仕様は陸軍が発砲を正当化するために捏造したコメントを大阪朝日新聞などが取材なしに記事化したことにより流布された可能性が高い米騒動や米騒動などと呼ばれた約50日間にわたる一連の騒動は 最終的に一同三府三十七県の計三百六十九カ所に上り、参加者の規模は数百万人を数え、出動した軍隊は三府二十三県にわたり、十万人以上が投入された。呉市では海軍陸戦隊が出動し、民衆と対峙する中、重剣で刺されたことによる死者が少なくとも二名出たことが報告されている。検挙された人員は二万五千人を超え、 8253名が、検事処分を受けた。また7786名が起訴され、第一審での無期懲役が12名、10年以上の有期刑が59名を数えた。米騒動には、統一的な指導者は存在しなかったが、一部民衆を先導したとして、和歌山県で2名が、死刑の判決を受けている。米騒動での刑事処分者は8185人に、及び、 被差別ブラックからはそのうちの1割を超える処分者が出た。1割は人口比率に対して格別に多かった。ブラックの多い京都府、大阪府、兵庫県、奈良県では3割から4割が被差別ブラック民であり、女性の検挙者35人のうち34人がブラック民であった。これは被差別ブラック民が米商の陶器買いによる最大の被害者層であったためである。 京都市の米騒動も、市内最大のブラックである柳原から始まっており、同地区では50人以上のブラック民が逮捕されている。処分は死刑をも含む重いものであった。死刑判決を受けた和歌山県伊都群岩城村の二人の男性、すなわち中西岩城並びに、同村の同浦岩松も、非差別ブラック民であった。1920年、事態を重く見た、現内閣は、 ブラック改善費5万円を計上し、ブラック改善のための最初の国庫支出を行った。同年、内務省は省内に社会局を設置し、府県などの地方庁にも社会化を設けた。クレッシでは、水兵が騒動に参加して検挙された。また、一部の地域では静止すべき警官が暴動を、黙認した。政府は8月13日に1、霊園の国費を、米価対策資金として支出することを発表し、 各都道府県に向けて、米の安売りを実施させたが、騒動の結果、米価が下落したとの印象があるとの理由から8月28日には、この指令を撤回し、安売りを打ち切った。結果として、発表時の4割程度の支出に止まり、米価格の下落には至らず、1918年末には、米騒動当時の価格まで上昇したが、国民の実質収入増加によって騒動が、 再発することはなかった。この騒動は全国中等学校優勝野球大会にも影響を及ぼした。8月11日に神戸市で始まった騒動により当時の会場だったナル球場にほど近い鈴木商店で野球打ち事件が発生。周辺の治安も大幅に悪化し8月14日からの開催予定だった第4回全国。 中等学校優勝野球大会は一旦延期された。その後も治安改善の見通しが立たなかったため、8月16日に大会の中止が決定された。米騒動の研究、井上清氏渡辺徹編より発生した都市を日付順に並べた。8月11日大阪市、神戸市8月13日東京市、福島市、豊橋市、岐阜市、大津市、富山市、 高岡市、金沢市、福井市、和歌山市、堺市、尼崎市、姫路市、岡山市、尾道市、呉市、広島市、鳥取市、高松市、丸亀市、高知市8月14日、浜松市、岡崎市、奈良市、福山市8月15日仙台市、和歌松市、横浜市、横須賀市、甲府市、津市、松山市、門司市8月16日下関市、 小倉市8月17日に新潟市、長岡市,長市、長野市、延岡市8月20日佐世保市、熊本市、松江市、大垣市米騒動の影響を受け、世論は寺内内閣の退陣を求めた。寺内は体調不良もあり8月31日に山形ありともに辞意を告げ、9月21日に正式に辞表を提出した。山形は持ちにを命じたが、 西恩寺はこれを誇示し、原敬氏を推薦した。そして9月27日に原に組閣が命じられ、日本で初の本格的な政党内閣である現内閣が誕生した。社会を持たない衆議院議員を首相とする初の内閣となったということで、民衆からは平民最小と呼ばれ歓迎された。ありがとうございます。